が奪われた者の怒りだ。ナオトラ殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。貴様、この後に及んでとぼけるつもりか。とぼけるなどと滅頭もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか貴様。確かに我ら武田と井伊の間に戦がありました。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。あ、ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、戦を取ってきやがって。これ以上好きにさせるか。ナオトラ様の涙は枯れ果てた。男どもに分かるものか。拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないだな。拳での勝負ならばそれはそれで望むとこだ。戦場で強いっていうのは正義なんだよ。俺別に武田に恨みはないけどさ、女衆だけで戦ってくれると嬉しいんだけどな。あらな、武田の盛況も舐められちゃったもんだね。体忍びたい、迎え撃て。さて、お前たちも楽しい忍び仕事のお時間だ。敵はねー、つまんねー。行くぞ。ただ寂しさに戦うわ。乙女の戦にあらず。熱血バカどもと一緒になるな。いや、お宅の相手してる場合じゃないんだよね。周りにして帰ってくんないかな。お前の槍さばきの前では人もトンボも変わらないな。なでつこさい、あの男衆を加勢しろ。手当てを急げ。はい。ついてないね、お宅もさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。うちら今結構忙しいんだけど、オタク空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦の最中、お前たちのお前たちのせいで。それはいいな、たとえそうであろうとも、この雪村甲斐武田の留守を任された身、負けるわけにはいかぬ。徳川の生けるもんどころ、それぞ戦やつだ。まずっちまった、すまね大将。大将、あんたは負けちゃダメなんだ。おのれ、卑怯だぞ。真田が消えた、どこへ行った、出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。あれ、うちの女将ほど怖くないか。もっとよろしくはない。敗北のみで、それがしもまた学んだのだ、里地傭兵というものは。はん、せいぜい調子に乗って油断しろ。わしなら平気だ。それよりみんなを気にかけていてくれ。私が倒れて男数に示しがつくか。何もかもが足りぬ、兵の連動もそれがしの才も。
男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。ふらちなけだものめ、そんなに返り討ちにされたいか。なでしこ隊は誉れの花、見事先に慣れて通ろう。なぜ黙っている。な、何か喋れ。これ以上好き勝手にさせようものか。俺たちが不甲斐ないせいだ。すまねえ。乙女に負けるは恥か。みんな、この直虎に斬られること誇りに思えよ。次会う時は絶対に更生させてやる。覚えておけ、直虎の牙は抜けやしない。ヒデン、それがそう追い詰めたあの直虎殿を破ったのか。虎ども、ここで力を示すが誠の中心ぞ。仁王立ちだけで救わせるか。とんでもないな。みんな、サスケ、すまない。俺が不甲斐ないばかりに、いざとなれば十二門戦にて会える覚悟を。者ども守れ、今こそ門扉を塞ぐ岩尾とならん。おかげさま考えるな。今私たちにとって何よりの侮辱。あの人並みに飲まれるなよ。肩を並べて帰ろう。伝えられたのは技じゃねえ、焦げるほどの魂だ。責められようとこの勝負手渡しはせぬ。大将に真っ向から喧嘩売りなんだ、どうかしてるぜ。はっはっは、また揃いものを見せていただきました。俺らって名の石垣はそう簡単には崩せねえぜ。今ほんの少しだけ穂先が開いていたか。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申す、雪村様。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あり。いざ日の元にこの雪村あり。まさに侵略すること火のごとく。震えているこの雪村の熱き魂が、本田殿との真剣勝負、この雪村心がたけり震えまするぞ。今こそ吠えよ、虎の魂。こんな調子じゃ直虎様の夢は叶えられないぞ。あってこと、この雪村のごとく要たること、親方様のごとく。本当の無敵を知るのは、あとで将棋でも指しませんか。見たか。言うなれば天皇さんの本体。本体を見たら逃げろって。母さんが見事はこの雪村負けて食い直せ。魔王へ加熱具だ。見たか、お前無敵の魔王を言ってみろ。